営業税とは、中世より、商工業の発達した国々では、商工業者に営業許可の代わりに課税を行う国が存在し、ビザンツ帝国や北総などが存在した。日本においても酒屋役、土葬役などの薬船や江戸時代の小物なり、運上金、描画金などがこれに相応した。明治維新になって、株仲間は廃止されて、既存の税制は廃止されたものの、代わりに、 営業免許料などの名目で徴収が行われた。近代的な営業税は営業の自由が確立された西欧で誕生し、1791年にフランスで、1810年にはドイツで営業税が導入された。1878年に定められた地方税規則によって、府県に徴収される地方税として設置される。この時は営業税と 雑種税に分けられ、会社、卸売業、中外商、小売商の3種とこれに当てはめるのに不適切なウニ油、飲食、サービス、娯楽などの業者には雑種税を業種ごとに定めたのである。最高税額規定は1880年には営業税は一律15円となり、2年後には廃止された。なお、 この時大幅な整理が行われて、商業と工業の日本盾の種別となっている。だが、1896年に日清戦争後の財政膨張の対策として、営業税を国税とすることとして、営業税法が3月28日交付され、翌年実施された。新しい営業税は、資本金、売上高、従業員の給与総額に基づいた外標準課税であり、 資本金500円、売上高1、0円、従業員2名以上の業者に適用された。ただし、地方財政への打撃を抑えるために、道府県や市町村が地方付加税を加算すること、課税基準を満たさない企業については、地方税として従来の営業税を付加できることとされた。ところが、企業の経営実態を反映しない、外形標準課税、 比例税率を採用したこと、日露戦争時に税率を大幅に引き上げたまま、戦後も維持されたことから、商工会議所や小売業者などを中心に、たびたび撤廃あるいは減税を求める運動が発生した。特に新税施行の1897年、第一次五県運動に伴って、通行税、折物消費税と共に悪税として求断された1914年、 増税以上議論が本格化された1922年の3度の反対運動は大規模であった。1922年2月23日と1923年2月2日、全国商業会所は、1923年2月4日、全国商工業者大会は営業税全般を決議した。この影響を受けて1926年に、 営業税法の代わりに営業収益税法が制定されて、営業税は営業収益税へと全面的に改定される。これは営業純益が400円以上の営利法人と特定業種の個人に対するもので、営業純益に従業員の所得税納付額をもとに加減して、税率は法人3.6%、個人2.8%とされた。 九百三十年の統計では、対象法人は三万六千、個人は七十三万であった。九百四十年に再度改正が行われて、営業収益税は、府県営業税を統合して、国税として一括され、名称も旧称である営業税に戻った。だが、仕組みそのものは、営業収益税を引き継ぎ、また税収は、目的税化されて国税でありながらその、 税収全額が徴収した府県に還付される府県還付税となった。なお、税率は営業純益の1.5%でこのほかに重来、道理道府県市町村による付加税が加算された。後に選挙区悪化のために税率が引き上げられている。戦後の1947年に地方税として完全に都道府県に移譲されるとともに付加税が廃止され、 税率は7.5%に大幅に引き上げられた。1948年に名称を事業税と変更され、2年後にシャウプ勧告に基づく事業税の全面改正が行われて、かつての営業税の体系は大きく変更されることとなった。ありがとうございます。